2軒目はですね、とんかつの鈴木屋さん。こちらね、もういつ来ても大行列で、今もう並んでるんですけど、まあ、とにかくね、このとんかつ結構美味しいということで、ここでね、定食じゃなくてカツ丼食べようかなと思いまして、上ロースカツ定食をおすすめしてるみたいなんですけども、今メニュー見てるんですけど、やはり有名なとんかつ屋さんですからね、値段の方はそれなりにといった感じで、まあ、リーズナブルなとんかつ屋さんと、もっと高いとんかつもいっぱいありますからね、そのなんか間ぐらいかなといった感じですかね。そしたらとんかつの鈴木さん、今並んでたらね、僕の仕事仲間合流しました。こちらの方です。どうも、ゴルフの岸先生です。今日はお休みなんで、はい、さっきちょっとウニの店行ってきたんですけどね、とんかつの鈴木さんから合流ということで。そうです。カツ丼でヒレとロースが同じ金額になったんですよね。はい。なのでロース選んで、僕味噌カツの方にしたんですけど、岸先生が味噌じゃない方、普通のうまくトレードし合いながら、ね、味がどう違うか食べたいなということで、食べてみたいと思います、はい、急遽合流でございます。はい、はい、癒されます。ちなみにあのご飯キャベツおかわり自由で、これはあ、ソースか、ソース、ごまどれだ、からしは。さあ、そしたらとんかつ鈴木さんの本日のカツ丼、味噌カツのロースでございます。美味しそうだな。真ん中に温玉があります。で、キッシー先生のは普通のカツ丼ですね。これロースですね。ロースです。はい、ロースカツ丼です。味噌汁は赤だしですか。赤だしですね、これ。卵割りたいんですけどね、ちょっとまだ取っときましょうか。ごまが振ってあるのがね、やっぱりいいですね。うん、いただきます。うまいのこれ。豚肉すごい分厚くて柔らかいし、味噌だれ甘いですね。ご飯進むな。うん、うまい。とんかつのレベル高いよ。うん、衣カリカリでね、油もうまい。うん、はい、けど岸先生からいただきました。トレードで1枚トレードで。卵の方もいいですね。うん、うまい。黄身を絡めて、うまいね。甘い味噌だれが絡んだご飯に温泉卵。うん、人が並んでるだけあるね。今でもね、まだ行列ですね、結構並んでます。うん、漬物もね、大根、うん、ごぼうかな。うん、これとこれと、うまい。味噌だれはちょっとくどくなっている途中で、あれかなというふうにちょっと懸念しがちなんですけど、この鈴木の味噌は飽きこないですね。途中卵も入ってるからね。まあね、途中ちょっと味変して、うん、うまっ。めっちゃ美味しい。ちょうど脂身のとこだ、これ。なんでこの肉の脂身はこんなにうまいんでしょうかね。とんかつ屋さんは赤だし多いですね。さっぱりとね、うん、赤だしもそんな濃くなくて。ありがとうございます。大丈夫です。すごい食べた。
はい、ということでとんかつ鈴木さんでね、僕は今日は、味噌カツ丼ですか、いただきましたけれども、お肉が分厚くて柔らかくてね、先ほども言いましたけど多分いい油使ってるんでしょうね。全然なんかこうくどくないというかね、最後まで美味しくいただきました。ぜひ東京駅で美味しいとんかつを食べたいときは、鈴木さんで、食べてみてはいかがでしょうか。それでは3店舗目行ってきたいと思います。